いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はパークハイアット東京ペストリーブティックとデリカテッセンのケーキをご紹介したいと思います。それではパークハイアット東京のペストリーブティックで新しいケーキを見つけてきましたので、こちら買ってまいりました。これはね、私でも食べれるチョコレートケーキになっております。チョコが置いてるのって結構珍しい気が、今まで何回か見に来ててあんまチョコ見たことないんですけど、素敵なチョコレートケーキが揃っております。まず、こちらがチョコレートのシュークリームになってます。可愛いでしょ。2段になってて、シュー生地、ちょっとクッキーシューっぽいシュークリーム、そしてサブレが入っ、チョコサブレが入ってるんですけど、この間に 上かなにまたなんかね、ちょっとキャラメルでしたマカダミアナッツがなんか入って、そしてチョコクリームが乗って、上にチョコレートが乗っております。で、中もこのここの間のチョコクリームと同じものが入ってて、結構濃厚なチョコレートのシュークリームになってるそうです。美味しそう。高いチョコというわけでこちら買ってまいりました。そしてもう一個が、もう一個もね、めっちゃ美味しそうで、名前から素敵だった。じゃーん、どう、これ美しいでしょ。エスプレッソチョコレートだった気がする。まあ、とにかくエスプレッソとチョコレートのケーキで、なんて私好みなんでしょうと思って買ってきました。中はね、ちょっとどうなってるか聞いてこなかったので、ここで切ってみたいと思います。ちょっと結構もしかしたら被ってんのかな？どうだろう？ナッツにチョコに。被ってるかもしれない。サブレに？ちょっと被ってるかもしれないけど、まあ美味しそうだからいいとします。こちらをいただいてみたいと思います。それではこちらのチョコレートシュークリームをいただいてみます。ちょっとね、どっから切るか迷うけど、断面を見ていただきたいので切ってみます。この上のチョコはね、パリッとしてそうだよね。これはちょっと一回避けようかな。こちらは一旦失礼させていただきまして、ちょっといけるかな、バリバリになっちゃうかな。あ、いや、これ意外にね、硬いかも。ちょっと重い。ちょっと待って、ここで止まっちゃうな。あ、なんかこの、わかるかな、このちょっとねっとり感。あ、なんか見えた、ちょっとチラ見。こんな感じに中がなっております。これだね、なんかナッツのキャラメリゼって、でクリームが入ってまして、結構重そう。重そう。いけるかな。あ、いけたいけた。ちょっとね、思ったよりももうちょっとこうパリパリといくかなと思ったら、重い、重くて、よいしょ、切れてんのこれ、では、オープンしてみたいと思います。じゃーん。中はこんな感じになっております。シュー生地と、その中にやっぱりこの上と同じ感じのチョコクリームが入ってますが、その上にこのナッツのキャラメリゼ、そして、このサブレと言えばいいのかな、ココアサブレみたいなのが入って、またクリームと、で、その上にあのチョコか、後ろのこのチョコが乗ってるという構造になっております。結構ね、チョコチョコしてそう。濃厚な感じがします。ちょっとね、クリームだけちょっと、これ上だけいってみようかな。結構重そう。重そうな感じがしますが、これいってみます。うん。ビター。結構ビター。こんだけチョコチョコしてるから甘いのかなと思ったらね、チョコがビターだね。そしてサブレは、なんかしっとりサクサクっていう感じです。ちょっとこのシュークリームの部分いってみます。
シュークリームはザクザク、食感がザクザク、そしてやっぱり甘くない。何がザクザクしてるかっていうと、シュー生地かなと思ったけど、やっぱここにナッツが入ってるので、このナッツがすごいザクザクで、そこにこのチョコクリームが後から入ってくるんですけど、このナッツが多分ね、若干塩味っぽくて、塩キャラメルみたいな感じがする。だからなんていうか、こうチョコの甘みの中に塩分が入ってきて、チョコ自体がそもそも割とビターで甘くないのに、そこに塩分が来るから、本当にね、これはね、意外と甘そうに見えて全然甘くない。ちょっと全体を一緒にいただいてみたいと思います。これを全体をさっき一緒に食べたら、あのね、ザクサクチョコ、ザクサクチョコって感じです。何がザクかっていうと、このやっぱキャラメリゼしたナッツが最初に来て、ザクッとして、その後にこのサブレ感が来て、サクって来て、でその後にこのチョコクリームが来て、チョコ、ザクサクチョコ、ザクサクチョコって来て、でもサブレはね、先にいなくなるの。なのでその後ザクチョコ、ザクチョコ、ザクチョコってなった後に、ザクチョコ、ザクチョコの後にヘーゼルナッツがやってきて、なんか最後がね、チョコヘーゼルナッツ、チョコヘーゼルナッツっていう感じで、あの余韻にヘーゼルナッツがこうやってくるっていう感じの、なんかナッツとね、チョコで、しかもチョコが甘くなくて、そのナッツの塩キャラメルみたいな感じがするので、なんだろうね、チョコの味はちゃんとするけど、そんなに甘くなくて、このクリームの重さから言ったら結構ヘビーに甘いのかなと思ったら、なんかね、わりかし濃厚な割に甘すぎなくて、そこまで重くないかもっていうチョコレートシュークリームです。うん。続きまして、こちらのエスプレッソチョコレート、これもね、またどっから食べるか迷っちゃう。ちょっと行ってみたいと思います。中どうなってんのか、ブリュレみたいな感じかな。どう思う？ブリュレか、クリームが、いやでもブリュレっぽそうだな。なんかムースの中にあのブリュレっていう、そんな感じが私の予想です。あなたの予想はどんな感じでしょう？では行ってみたいと思います。ちょっと多分これはね、そんなに柔らかいと思うんだよ。でもね、意外にね、ずっしりした切り心地で、これブリュレじゃないな。なんかさっきのクリームと似てそうな感じな重さ。結構重いよ。わ、割れた奥が。なんだ、ちょっと結構重い、重い。あ、サクっていった。ちょっとでは、切れてるかな。オープンしてみまーす。じゃーん、じゃん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 じゃーん。あ、当たった感じじゃないこれ。ブリュレと、ムースみたいな。じゃーん、じゃーん。こんな感じになっております。下がチョコレートのサブレ、その上に、なんかでもさっきのとちょっとかぶりそうな、なんか下のところが、なんかさっきのあのチョコの、チョコじゃないや、ナッツのキャラメリゼになんか雰囲気が似ている。その上にコーヒークリームか、コーヒームースかな、かブリュレみたいなのが、ムースだな、コーヒームースが乗ってて、周りがさっきのミルクチョコレートっていう感じがしております。多分ちょっと似てるかも、さっきのと。行ってみたいと思います。結構ね、このクリームの質感はね、これこれ、この周りのこれは結構ね、重いの。こう入れた時にスッっていかないで、ズーンで、ちょっとずつ切れていきます。あ、さっきのっぽいな。ちょっと行ってみます。重い、甘いかなこれ。でもさっきのと一緒だとそんなに甘くないかも、ビター。あ、おっしゃった。ちょっと上だけこんな感じになっております。こちらはさっきのチョコレートシュークリームと結構かぶりそうだなと思ったら、意外にね、かぶってない。なんか最初に、なんだよ、この周りも
同じかと思ったけど、やっぱちょっと違う。ムースっぽいのかな、やっぱり。なんか食感がね、クリームっていうよりはなんかもうちょっと、なんだろう。クリーミーっていうよりは、なんかね、柔らかくはないんだけど、ちょっとこう、すぐ溶けない感じ。なんか、バタークリームっぽい。ちょっとバタークリームかわかんないけど、なんとなく食感としては、スッて溶けないで、口の中にちょっとこう、残りながら、だんだん溶けていく感じのクリーム。エスプレッソが入ってるのかな？なんかね、全体的にこう、食べ、噛んだ時に、こう、ふわっ、ふわってこう、隙間から、コーヒー感が漂ってきます。そして最後の方にね、やっぱバタークリーム使ってるかも。なんかね、ちょっとほのかにバターが香るような、で、時々コーヒーが香るような、なんかね、そんな感じの、エスプレッソチョコレートになってます。さっきのとね、ちょっと似てるっていうか、かなと思ったら、またね、全然違いますね、これ。なんかやっぱりね、多分この上かな、なんかね、クリームがね、すごい舌の上に居座る感じがする。ちょっと切れない。なんかね、ほら、このねっとり感、伝わるかな、これ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 、この、スッていかないでねっとーってしてるんですけど、これが、多分これだと思う。これがなんかね、口の中にね、居座る感じが、下完全にコーヒー味。コーヒー味の、すごい口の中でフッてすぐ溶けるような、軽いムース。でも苦いわけでもないんだけど、なんかね、ちょっとすごい不思議な、若干こうミステリアスさがある、エスプレッソチョコレートケーキになります。なんか新しい感じだ、これすごい。続きまして、こちらになります。デリカテッセンで買ってきました。これはね、ちょっと初めて見た。そして、こちらは、これはね、ちょっと買うか迷ったけど、でも、買いました。何を迷ったかっていうと、栗とコーヒーのロールケーキでございます。コーヒーがめっちゃ好きなんだけど、栗をデザートに入れないでほしいっていうのがあって、栗は好きなんですよ。もともと栗は食べれるんだけど、デザートにしないでほしくて、でもそれが大好きなコーヒーと混ざってて、どうしようかなと思って買ってきてみました。ちょっとこちらを、それではいただきたいと思います。この新宿をバックにいたしました、栗とコーヒーのロールケーキ、美味しいかな、ちょっと期待しつついただきたいと思います。ピントが全然合わない。それではいただきます。この栗がね、コーヒーの邪魔をしないでくれることを願っていただきたいと思います。こんな感じになってます。ちょっとこれだと分かりにくいんですけど、一応クリームもね、コーヒークリームの色をちゃんとしています。ではいただきます。どうしよう、このクリームからちょっとコーヒークリーム期待、いただきます。うん、待って、これはね、なんか口当たりがね、栗のペースト入ってそうな、ちょっと重たい、なんて言うんだろう、こう、口の中に残る食感。入ってんのかな、なんか。なんかね、もうちょっとこう、クリームしてるのかと思ったらね、ちょっとなんかペーストっぽいんだけど、大丈夫？ちょっとスポンジをいただきます。ナイフもらえばよかった。絶対、クリペーストっぽくない？わ。あ！ちょっと待って、このなんか、スポンジとクリームの間に栗のペーストが入ってる気がする。やだ、これいらない。どうしよう。どうしよう。ちょっと待って。絶対栗のペーストだよね。わぁ。わぁ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 。ゲー。ショック。栗だけかと思ったら、栗のペーストまでちゃんと入ってくれてます。どうしましょう。いらない、ペースト。
いや、結構いっぱい入ってる。これはね、コーヒー感よりもね、栗感が強い。ちょっと失敗した、私。ちょっと。なんかね、ちょっと失敗、これ。ちょっと栗が、モンブラン好きな人は大丈夫だと思います。ちょっと私的にはね、コーヒーメインかと思ったら、結構栗が強いので、なんかモンブラン風なので、すいません。この途中な感じですが、ちょっとね、あんまり得意じゃないかも。っていう、ちょっとモンブランっぽいコーヒーロールでした。ちょっとこれは、ここで撮影終了いたします。いかがでしたか？今日はパークハイアット東京、ペストリーブティックとデリカテッセンのケーキをご紹介しました。季節によっても種類が変わりますので、ぜひ足を運んでみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。